ですね、今日はね、壁を使ったら前方回転の練習ができるという話をしていきたいなと思います。こんな感じでね、スイッてね、前宙ができるんですよ。ちょっとね、入り方にコツがあって、壁に対してちょっと後ろ斜めぐらいにセットしてスイッてやると、ここの反動をつけやすいかもしれない。前宙の回転って結構ね、この腕の振りとか抱え込みでつけるって思ってる人もいたりとかするんだけど、そうではなくて、前宙ってこの胸の切り返しなんだよね、これ。グッて。で、さらにもっと言うと、前宙ってさ、入り方で、こう腕を上から振り下ろして振り下げるやり方と、下からこうやって振り上げる方式っていうのがあるんだけど、でもね、この二つに共通してるのは、結局、胸をせいってやることなんだよね。だからこの、セットアップの時に腕をこう万歳の状態からせいってやってても、結局この胸の反動を使えなかったら回転してこれない。このメインのエネルギーを作れないから、ここってすごい共通して強化したい部分なんだよね。で、この作り上げたエネルギーを増幅するのに、例えば抱え込みだったりとか、この腕を振り下げて、この腕の補助を使って回転するとかっていう風にして増幅させていくんだよね。で、ちなみに、これね、こんな感じでやったらウェブスターみたいな動きにも使えると思うんだよ。これ足を下にやってやった方が私はちょっとやりやすかったかな。足の振り上げがね、どっか行かないというか、まあ割かしまっすぐ振れるんだよ。こんな感じで足を上に向けたバージョンだと、なんかね、足の振り上げがまっすぐ振りにくいっていうのかな。だからこう体が斜めになっちゃったりとかして、最後ちょっと斜めな回転に私はなってしまったから、やりにくいかなって思ったんだけど、もしかしたら足を上にやってもできるっていう人はできるかもしれない。でもこんな感じでやったらさ、ウェブスターっぽくない？これもちょっとコツがあって、ウェブスターでこう回転させるときってさ、前傾姿勢になるじゃん。こっちに体重がかかるから、その壁にセットアップするときに、ちょっと前傾姿勢になってやった方がやりやすいかもしれない。まあ、その辺の角度はね、人によってやりやすい角度で調節すればいいと思うんだけど、そういう風にやったらこうやってウェブスターとかの前方回転系にも応用していけると思うよってことはね。普通の前宙もウェブスターも共通してるところって、結局この反ったとこから打って切り返す胸のこの含みの技術、胸の作り方の技術なんだよね。だからこれが鋭ければ鋭いほど回転もしてくるから、そんな感じでね、鍛えていくといいんじゃないかという、そういう話でございました。